はいどうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、こちらチュンちゃん、まあチュンちゃんじゃなくてもプライベートコンシェルジュについて今日は動画を作っていきたいと思います。まあこちらのプライベートコンシェルジュ、マイタウン以外でもまあ自宅を持てば雇えるものとなっております。こちらのね、宿屋ね、案内係、各町にいる宿屋の隣の案内係の機能、一部の機能と魔物管理人ニトト、ニトトはじゃあれだけど、各町に酒場にいる魔物管理人の一部の機能をね、こちらのコンシェルズでやってくれるわけなんですよね。コンシェルズ機能、元気チャージ交換、クエストの案内、贈り物受け取る、モンスター酒場で連れてったり預けたり、モンスター牧場で、そしておめかしグッズもあれなんだね、つけれるんだね。知らなかったこれ。ただしモンスターのレベル転生だとかはやってくんないんだよなこれ。で振る舞い方を教えたり移動させたりっていうことをなせたりすることができる。でなおかつこれ見て、細かいのこれずっとね、僕のことを見てるっていうね、これ首つかれんか、首つかれないか。しかもルーラで移動した時になんとしっかり見送ってくれるっていう細かい作業、ほらほら上向いてくれた。瀕死の状態へ帰ってくると、キッちゃん早くベッドへ、タカキチ様早くベッドへと言ってね、もう心配もしてくれてる、体の心配もしてくれてる、なんていう至れり尽くせりなコンシェルジュなんでしょう。ああまあね、一人身の高木ちゃんにはね、もうこのコンシェルジュがね、もういつもね、僕の心の支えになっております。もうコンシェルジュね、チュンちゃん、ポッくん、君はずっともでよ、僕のリアルでは誰も心配してくれるような人がいないんだけど、はい、ゲームの中ではこうやってね、心配してくれる人がいるっていうね、優しい、ありがとうありがとう、じゅんちゃん、はい、っていうようなプライベートコンシェルジュなんだけども、他にもこれ以外でも実はプライベートコンシェルジュ、実はですね、秘密があるんです。それはある言葉を投げかけると反応してくれます。さあその言葉は何かと言いますと、まあ名前をまず呼ぶんですね。チュン、はい、お呼びですか。キッちゃん、キッちゃんのお役に立てることが一番嬉しいので何でも言ってくださいね。チュン、はい、あ、まあなんか変わんないんだね、変わんないんだね。チュン、あれ、チュンが言えない、あれ、しかも、もう完全無視されるんだけど、完全に無視されるんだけど、あれ、じゃあ、来た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 、はい、お呼びですかって。あ、まあコメントは変わんないんだね。むしろ他にも、他のコンシェルジュもちゃんと名前を呼べばこのように振り向いてくれます。実はそれ以外でもとある言葉をね言えば、なんと反応してくれるんです。ちょっとここでやるのは勇気がいるな。その言葉はこれ、好き。はい、今なんておっしゃったのですか。私聞き間違いでしょうか。好きって、あ、いえ、私のことじゃないですよね。ああ、私は何を言ってるんでしょう。いいんです、聞き流してください。キッチンのことをお伝えしています。かわいいやつやの、本当に、おい、ウィーやつだの、本当によ、好き。はい、今何とおっしゃいますか。あ、まあまあ内容は変わらないんだね。ただしこれってね、これじゃダメ、好きでもダメだし、好きでもダメ。ではライク、まあ好きっていうのはライク、じゃあラブの好きっていうのはどうなんでしょう。愛してるよ、はい、これはね反応しないんですけど、ちょっと何を言ってんだこいつはって、なんか白い目で見られてそうなんだけど、大丈夫か大丈夫かっていうようなことは、好き以外は反応しないみたいなんだよね。うん、なので大好きでは
じゃあこれは、はい、反応します。ただし中身は変わんない、中身は変わんない。まあフレイさんと一緒に喋っててバトル大好きとかいう言葉を言ったとしても、こういう風に反応してしまうので、まあ、ちょっとね迷惑な時もあるよね。さあということで、うおー豪華絢爛だな。おいちょ何寝てんだよお前、ええよ何寝てんだよ。さあ今度はこの4人のプラコンを集めました、一挙にね。ここで名前はまあ別々だから、まあさっきのキーワードね入れてみましょう。好き、さあどうなるんでしょうねこれ。好き、おっとチュンヤンが反応した。え、今なんておっしゃったのですか、私聞き間違いでしょうか。好きって、あ、いえ私のことじゃないですよね。あ、もうみんな好きだよ。あ、違うか、あまり言うな、そういうこと。変態だからな、本当に。大好き。あ、でもチュンヤンが反応するんだろうね。なんだろう、全員反応しないね。なんかあるのかな、条件が。チュンヤン、ちょっと待って、チュンの近くで好き、大好き。あ、チュンちゃんの近くでやると、距離か、これ。じゃあ、この間は？この間。どっちもゼロ距離だよね。あ、ポックンが反応した。ってことは、ポックンの方に寄ってるって感じなのかな。じゃあ、チュンヤの方に寄って、大好きを、好きでもいいや、行ってみると。あ、それでもポックン、え、距離は関係ない？じゃあ、ここで逆に遠くから行ってみると、遠くから行ってみたら、あ、チュンちゃんが反応しちゃうのね。なんだろうね、一気に全員が、あれなんだね、フレームくんじゃないんだね。あ、次にキチキチなのね。すんごい、めっちゃ笑ってるけど、ね、キチキチ大丈夫。怖いよね、なんか、こうやって笑顔がいつもある人ってちょっと怖いよね。ね、俺何考えてそうかちょっと分かんなそうだからね。はぁ、なるほどね。いやいやいや。まあ、こうやって、ね、白いボックス、まあ、プレゼントですね、いわゆる。プレゼントを用意してくるときがあります。エルトナ彗星を受け取りました。エルトナ彗星。アズランはとても緑の美しい、綺麗なところですね。あの街を歩き、風に吹かれたら、チュンキス様のことを思い出し、すぐ帰りたくなってしまいました。はい。まあ、っていうように、アイテムをくれます。これね、まだ条件はね、そう定かではないんですが、もらえる周期っていうか、条件は。まあ、装備もね、ニット帽とかね、もらえたりね、編み物帽子だったっけ、もらえたりするので、コンシェルズ1人分に対して1個もらえますので、4人雇っとけば4個アイテムがもらえます。ただ本当にその条件がちょっと分かってないので、どのような条件かっていうのがね、わかんないんですけども、アイテムも何らかいいのあるんですけども、もらえるアイテムが愛情を注ぐことで変わるみたいっす。で、その愛情はどうやってあげるかというと、まず、話しかける。もう話しかけただけで、あ、上がるみたい。多少ね、多少上がるみたいです。こうやって話しかけるだけで。なので、一日一回ずつ、ね、家に戻った時とか、喋りかければ、どん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 、一日一回どれぐらい上がるのか分かんないですけど、それとも一日一回のみで対象なのかっていうの分かんないですけど、一日一回話しかけてみてはいかがでしょうか。で、次に、こちら。これ、撫でる。まあ、ちょっと、といかがわしいよね。相手が、特に女子のね、コンシェルズだとちょっといかがわしいよね。やらしいんだよな、しかもドワーフの撫で方が。わしゃわしゃわしゃ、いやん。ありがとうございます。もっとキッチャーのお役に立てるように頑張りましょう。かわいい。かわいい。そして何回も撫でることによると、キッちゃんどうしたのですか、今日はよくお話をしてくださるのね。嬉しいですが少し心配です。何かあったのでしょうか。これからも毎日おそばにいるのでいつでもお呼びくださいね。ちょっとね、あれだよね、日常この会話が昼ドラみたいだよね。なんかドロドロしてるよな。なんかそして3回目、ありがとうございます。もっとキッちゃんのお役に立てるように頑張ります。キッちゃんって言われるとちょっと恥ずかしいんだけどな。そしてなれる、ありがとうございます。もうこれが最後なのかな。ああ、これが最後か。
きっちゃん、嬉しいです。でもドキドキして仕事が手につかなくて困ってしまいます。ちょっとなんか、やらしすぎるよな。本当に。ちょっと、僕の動画、健全な動画なんで、大丈夫ですかこれ、昼ドラ。ねえ。まあ、でもこれ以上撫でても多分このコメントが最後だと思うので、これから、今後ね、どんどん投げたとしても、コメントはね、多分変わることは、ない感じですね。そこのね、君も好きな習慣を雇って、こうやってね、一日数回撫でてみてはいかがでしょうか。さらにですよ、これ、撫でるをすることによって、まあ、ちょっとこの条件もね、あまりわかんないんですけども、実は、ピョンシェルジュとなる人形がもらえるみたいなんです。毎日一回撫でる。だとか、三日に一回撫でるだけでいい。とかっていうね、話を聞いてちょっと調べたんですけども、結構みんなバラバラなのね、言ってること。うん。なので、まあ、心配な方は一日一回ね、話しかけて、撫でてみてはいかがでしょうか。で、そのピョンシェルズなんですけども、結構ね、ハードルが高い。聞いてみたら。うん。2ヶ月間連続で撫でると1個もらえるのかな。それがなんと3種類あるみたいです。3種類。2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月と種類があるみたいです。名前が決まってて、リリーちゃんとミミーちゃんとキングみたい。うん。で、それはどういった人形かというと、はい、ちょっとお邪魔します。すいません。ちょっとこちらのリスナーさんのね、お家、ちょっと借りさせていただきます。この人形。はあ、これ、ピョンシェルズなんだね。撫でてもらえるんだね。こちらが、左が2ヶ月で、2ヶ月目でもらえる。で、右が4ヶ月目でもらえる。そして、キング。真ん中のキングが、なんと半年後にもらえるという、6ヶ月後か、もらえるという、まあ、同じだね。人形となっております。怪しいか。じゃあ、怪しくないな。怪しくないよ。怪しくないけど、ピョンシェルジュキング。で、ピョンシェルジュリリーちゃん。かわいいよね。毎日撫でてきたんだろうね。毎日毎日毎日。ミミーちゃん。っていうような人形がもらえるみたいなので、よければね、毎日撫でてみてはいかがでしょうか。まあ先ほど言いましたけど、諸説があって、まあ3日に1回撫でてれば2ヶ月後にもらえる。とか、まあ、毎日1回撫でないともらえないだとかっていう話はちょっと飛び交ってるんでね。まあその辺はね、皆さんやってみてはいかがでしょうか。さあ最後にもう一つ愛情をあげるものとして、プレゼントを贈るっていうのがあるんです。ほら、プレゼントを渡す。出ないでしょ多分皆さん。これね、実は課金なんですよ。課金。これね、課金で買うことによって、なんと、あのコマンドが出るみたいです。で、この、ものを渡すと、着替えてくれるんですよね。はい。プレゼントを送った。私にもったいない。お気遣いです、キッちゃん。本当にありがとうございます。まあ、とってもおしゃれなドレス。あれ?おかしいな。ドレス。ドレスをあげてないんやけどな。キリッとした顔がちょっとセクシーでドキドキしてしまいますね。さあ、渡しますか。アロハを渡しました。まあ、綺麗な白いアロハですね。アロハでも白だと落ち着いた感じが出て、一味違った夏の装いができそうです。はい、ってことで、着替えさせましょうね。振る舞い方を教えるで、あったあった着替えをする。さあ、どうなるんでしょう。うわあ、いいね。いいじゃない!超かわいい!似合ってる!完璧まであるか?え、おい!さあ、アロハ!まあ、これから夏なんで、松といえばアロハかなと思い、これもアロハを買いました。うぅ、いいね、アロハ。あ、いいじゃん、いいじゃん、ぴったりちょっと!チュンちゃん、いいね、このアロハ。最高じゃねえか、え、おい。っていうようなね、プライベートコンシェルジュでね、こうやって遊んでみてはいかがでしょうか。ね、こういう風な服を着させたいなら、はい、運営さんはね、課金をしろと、な、お金をかけろよというね、はい、これこそまさにエンドコンテンツだよな。違うか。いや、でも似合う。いいね、ジュンちゃん、いいじゃない。ただし、このプレゼントを送ったコンシェルジュを、クビにしてしまった場合、
このプレゼントしたものって戻ってこないんで気をつけてくださいね。なので必ず渡したものはね、必ずねずっと雇ってるようにしてください。もったいないんで。まあチュンちゃんとはね、こちらのチュンちゃんとはね、もう長年の何年代の付き合いかな。もう自宅ができて前のガタラのお家の時からずっと雇ってるんで、もうかれこれ6、7年の付き合いになるんじゃないでしょうか。そんなチュンちゃんに今日はこのプレゼントをしました。これでチュンちゃんも僕に愛情をたっぷり添えてくれることでしょう。はい、ということで今日はですね、プライベートコンシェルジュの実は隠された機能でした。まあ人前でやるとね、ちょっとね恥ずかしい目に遭うんでね、こっそりね家の裏で、はたまた家の中でね、プライベートコンシェルジュのね2人の空間でやってみてはいかがでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。